アレクセイ・アルハンゲリスキー、アレクセイ・ペトロビッチ・アルハンゲリスキーは、ロシア帝国の軍人、中将。ロシア革命後、労能赤軍で一時参謀総長を務めたが、白軍に身を投じ、後に、ロシア全軍連合議長となった。2月革命後、1917年4月に、最高司令官附属当直将官に任命。同年5月、臨時政府の下で、参謀総長を務め、 ボリシェビキの権力掌握後も勤務し続けた。12月、労能赤軍に採用され、指揮要員局長に任命された。地下組織民族センターとの連絡を維持し、多くの将校をボリシェビキの支配地から義勇軍に送り出した。補佐官のエノストゴフ将軍の白軍への逃亡後、発覚を恐れて、1918年9月、南部戦線への出張を利用して逃亡し、 白軍の支配するエカテリンブルクまでたどり着いた。アントン・デニーキン将軍は、一度赤軍に勤務したアルハンゲリスキー将軍を疑い、軍法会議にかけたが、無罪とされた。1919年2月、南ロシア軍総司令官付属予備官。同年5月、将校、官僚の助君、昇進の上進審査委員会委員、6月から南ロシア軍軍事局総務課長補佐を兼任。 1920年4月、ロシア軍本部当直将官に任命。クリミア半島からの撤収直後、ロシア軍総司令官本部兵員班長に任命。1926年10月から11月、ロシア軍参謀長補佐官代行。ロシア軍の解散後、1927年、ピョートル・ブラーアンゲリ将軍等と共に、ベルギーに移住し、在ベルギー参謀本部将校。 このエボルイニ連帯団体、新英府表彰工団体等の代表を務める。1931年7月まで、ザイベルディロシアスポーツ愛好会の会長、内務人民委員部によるアレクサンドル・クテポフ、エフゲニー・ミレル議長の誘拐、殺害後、1938年3月20日に、同連合議長に就任し、組織の立て直しを図った。第二次世界大戦中も、 ブリュセルで過ごした。連合軍によるベルギー解放後、ソ連政府はアルハンゲリスキーの引き渡しを要求したが、ベルギー政府はこれを拒否した。1957年2月27日、健康上の理由により、議長職を副議長のエーレムペ将軍に移常した。ありがとうございます。